皆さんこんにちは、梅田信之と申します。ご視聴ありがとうございます。先日も、紹介したんですが、藤井風 Help Ever Hurt Never っていうアルバムが、去年出たんですが、初回限定のバージョンがその Help Ever Hurt Never メインのものと、彼が、洋楽をねカバーしたものが、スペシャルのね1枚がセットになって2枚組で初回限定っていう形でリリースされたんですが、まあ、その初回限定版っていうのもまあ、数量限定なのもんで今もうないと。そして、そのカバーだけのものですね、洋楽をカバーしたものだけが単体で1枚ブックレット付きで再販されますよっていう、情報ですね、この間配信したんですが、まあそれからですね、僕も大体ね、いつもね、その本ちゃんの方でね、日本語で彼が歌ってるオリジナルの CD Help Ever Hurt Never の方をよくね、僕は聞いてたんですが、まあ、そのカバーが再販されるってことでもう一回ね、カバーをね、しっかり聞きたいなっていう気分になりまして、もうね、この間言いましたけど、お腹いっぱいになるぐらいのすごい素敵な一枚になってます。音楽ね、もういっぱい聞いてきた、耳が肥えてるって方でも十分に満足してもらえる曲、ばかり。ちょっとマニアックなね、ソウル、ブラックミュージック、かなり70年代、60年代の曲もあるのかな、かなり、渋めのチョイス、選曲になってます。で、素人が、僕のね、素人なんですが、音楽全然わかりません。素人ですが、素人から見たってもうこれはちょっとカバーするのにハードル高いよなっていうような曲を、まあ、彼はね、もともと岡山出身なんですが、お父様が、ジャズ喫茶を経営されていて、まあ、要はその音楽の中で多分幼少時代ね、音楽と共に、過ごしてきた、成長してきただと思うんですが、もう3歳の頃から、お父さんのね膝の上でピアノを弾いたりとか、まあ、お父さんもね音楽、渋い音楽を聴かせてたと思うんですよね。そして、12歳の時に初めて YouTube、ピアノ演奏しているのを投稿、そこから彼のキャリアがスタートし現在に至るわけで、 YouTube のね彼のチャンネルを遡ってみれば、初投稿の中学生の時にねピアノの投稿も全部、今までの投稿全部がね残っていて、もうさまざまなミュージシャンのカバーをずっと投稿してるんですよね。見たことない方、藤井風さんね、まだね知らない方たくさんいるんですよね。ちょっと騙されたと思って一回見てみてください。見たことない方、本当にね、彼はちょっと今まで僕見たことない別格です。もうちょっとレベルが違いすぎて、僕本当に素人ですが、それでも分かります。ここで宇多田ヒカルさんとかね、ああいうちょっとあれちょっと新しい人出てきたぞっていう感覚です。そうです。ぜひぜひ一回ね、彼の、YouTube チャンネル概要欄に貼っておきますので一度覗いてみてください。やばいことになってますから、ぜひ。ということで、今日はですね、そのさっき言った Help Ever Hurt Never のカバー曲 Help Ever Hurt Cover っていう、彼が洋楽を、カバーした曲の、CD の最後の曲、一番最後の曲が、まあこれはエピソードがありまして、これなんでねこの曲を選んだんですかっていうインタビューに対して藤井風本人がねコメントしているのが、おとんがわしが寝る時に聴かせてくれた曲と、子守歌だったみたいなんですよね。お父さんが藤井風、子供の時に聴かせてた子守歌、そして「空木」っていう歌詞があるんですよ。空木ってところを、まあ、幼少時代の藤井風さんが、まあ、真似してねよく歌ってたと。なんでねその曲を最後に持ってきたんですかっていう質問に対して、直感、いいですね直感、僕直感大好きです。ガットフィーリング、ガットフィーリングで決めたと。この曲が、自分の中で一番最後だと、もうなんか決めたと、直感でね。こう僕ねちょっとごめんなさい、あんまり詳しくないんですけど、フランク・シナトラさんって僕は知ってるんですよ。フランク・シナトラが歌っていた「タイム・アフター・タイム」は分かります、ギリギリ、その名前は知ってるんですが、どうやらこれ多分ね
この人の作った曲ではないんですよね。ダイナ・ワシントンって方、女性の方だと思うんですよ。ダイナ・ワシントン、ジャズシンガーのダイナ・ワシントンって方、ブルースの女王、ね、クイーン・オブ・ザ・ブルースって書いてます、この人がどうやら作った曲なのかな。間違ったこと言ったらごめんなさい。ダイナ・ワシントンさんは1924年生まれなので、まあそうですね、多分かな、すいません、もし間違ったらコメントください。すいません、あんまり詳しくないんですが、まあ、そのタイムアフタータイム、この曲が本当にいい曲、あのね、優しい曲なんですよね。で、まあ、おすすめの聴き方としては、夜中にコンビニに行くときにワンオクロックとかも聴くんですが、ガンガンね、ワンオクロック聴いてこうなしてるんですが、ちょっとしみじみね、ゆっくり、夜中にコンビニに行くときに夜空を見ながらちょっと聴いてみてください。やばいです、もう嫌なこと忘れます。それぐらい彼の声がものすごくいいんですよね。タイムアフタータイム、ぜひこれおすすめ、フランク・シナトラさんが歌ってるタイムアフタータイム、これも概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ若い方も毛嫌いせずに聴いてみてください。音楽っていろんなアーティストがね いますけど、原点だと思います。そういう意味では、非常に貴重なね音楽、そして映像になってますので、ぜひぜひ、ご覧になってください。こういうのを聞くとまた藤井風、彼の凄さも分かります。そしてこういうのがいい曲なんだなって、人に聞かせる曲、本物なんだなっていうのも分かると思います。一つのね物差しになると思うので、ぜひぜひおすすめです。聞いてみてください。こんな生活が始まって、まるっと1年ね過ぎましたよね。僕も自分なりにね、いろいろ自分との時間っていうのはね増えますよね。自分を、見つめ直すんじゃないけど、自分の今生き方ってどうなんだろうとかね、いろんなことを考えざるを得ない、1年でした。この YouTube をね始めたのも、コロナは関係ないかもしれないけど、やっぱりね関係あったのかもしれない、今思うとね。この2月に始めました。今もう2ヶ月半ですか経ってますけど、ほぼ毎日ね、毎日かな、わかんない、毎日投稿を目標として、キャッチねしてくれる方々が、いらっしゃったことで、コメントいただいたりとか、本当に感謝してます。ありがとうございます。まだまだね全然僕も偉そうにねいろいろ言ってますけど、全然全然僕なんかなんてことはない、何もできてないんですが、何かをするとき、僕も、そうでした。 YouTube 始めるときでやっぱりね、何度か始めてみて挫折、始めてみて挫折って、2回ぐらいやったんですが、何かをやるときってやっぱ考えすぎちゃうんですよね。どうなんだろう、一番多いのは、僕今でも言われますけど、アンチがねいたら怖くないですかとか、顔出して怖くないですかとか、否定されるとね嫌じゃないですかとか、辛くないですかとか、大変ですねとか言われます。全部否定ですよね。すごいですねってなかなか言ってくれる人はいません。なんでかっていうと、やっぱねみんな行動するときに不安、恐れ、こういうのが先に立ちますよね。ワクワクとかドキドキとかすごいとか楽しみっていうのはなかなかね、最初にその気持ちでやれたら、そういう未来を先に設定で、この間のね動画で言ってましたが、そういう自分達成してクリアになって、もうそこにそのクリアした自分を存在させる、その設定が先ですよっていう話をね、僕何人かの先輩に聞きました。その方たちは成功している方たちですが、それ不安っていうのが先に来るんですよ。だったらしない方がいいと、ね、さっき言ったように YouTube 始めた、登録者が増えない、批判される、大丈夫って心配されるね、そういうのがずっとあってなると、あ、そんな思いされるぐらいだったらやめておこうかなって、大半の人が思うかもしれないですよね。
僕もそんな時もありました。でも、結局ねタイミング逃すんです。そうやってもう少し考えよう、もう少し考えよう、あこれがこうなったらこうしようって言ってるとタイミングの逃します。もうねそんな時は来ないんで、結局やることができずスタートできずに終わっていく、何だったっけみたいな、もうそれ何をしようとしてたかすら忘れてしまうようなことが、まあ皆さんね経験あると思います。僕も過去に経験があります、たくさんあります。今はタイミングじゃなかった、やらないでよかったんだって言い訳をするんです、みんなね。これって、すごく寂しいことだと思うんですよね。前のねヌジャベスのさんの動画の時も言いましたが、よし整った、さあスタートっていう、なかなかそういうわけにはいかないと思うんですよね。お金が貯まったらこれをする、ね、彼女ができたら彼氏ができたらこれしようとか、この仕事が人だらけついたらこうしようとかね、そんな日は来ないんですよきっと。全部整ってからスタート、それじゃもう遅いし、やっぱりねドキドキワクワクっていうのがパッと湧いてきたらもういつからやったらいいかって、多分今やらなきゃいけないですよね、すぐに、まあ、明日、まあ何しろ、まあ、今今日から今すぐ生きているうちに、生きている命がある間に何か一人でも二人でも役に立てるなら何かしたい。美容師の仕事もそうだと思いますよ。長く続けれたのはやっぱりね、いろんな辛いことももちろんありますが、当然ねどんな仕事でもあります。最後にねありがとうって言っていただいて、お金までいただいてまた来ますねって帰ってくれる、あの時の喜びをやっぱね味わうと、やっぱりね役に立ててるんだなっていう実感、毎日ね毎日毎日ありがとうございますって言われると、やはりやっぱありがとうって嬉しいですよね。毎日毎日こう言われると、あ自分も役に立ってるんだっていう、まあ、自信、まあ、自信かな、うん、っていうものが手に入るので、それでやっていけると思うんですよね。恐れ不安どうしよう、迷惑かけて、まあ、人に迷惑かけちゃいけませんが、でもねもう本当にもうこんな言い方したらいけないけど、そのコロナ、はっきり言いますコロナ、これもコロナが悪い、ちょっとすいません語弊があるかもしれませんが、コロナが何か悪いことをしてるとは僕は思わないですよ。今ねトンネルの中をくぐってると思います。みんなうまくいかないことだらけね、旅行も行けない、結婚式もできない、パーティーもできない、みんなで集まれない、夜の外食も遠慮しがちっていう、このね暗いトンネルの中にいます。何かをね気づかしてくれてるんだと思うんですね、この1年間、まあ1年間じゃない、まだ続くと思うんですが、これって何か意味がある、きっと試されてる、自分にできることが何なのか、ね、今あるものに感謝しなきゃいけないとかね、僕ありがとうって言うっていう習慣をねつけてるとか言いましたが、やっぱり全部ありがとう、感謝、愛情、そしてヘルプエバーヘルプネバーってずっとね藤井風さんの CD のタイトルが気に入って言ってますけど、ヘルプエバーヘルプネバーもそうですよ。結局は、自分が満たされる、そして人に優しくする、人を傷つけてはいけない、そういう、まあ、彼の熱情熱がねああいうタイトルをつけたんだと思うんですが、やっぱりね何か気づかなきゃいけないと思います。この時期なんで今この時代をわざわざ選んで生まれてきたのかとかね、別にこうスピリチュアルとかっていうのじゃないですよ、何でもないんですが、そういうのを思うと第一歩がね踏み出せるんじゃないかなと思います。僕もそんな偉そうに言ってますけど、それはもちろん不安もあります。でもそのよりも先に人に役に立てるんだったら、少しぐらいね自分のその不安振り切ってでもやったろうと僕は思ってます。別に僕がなんか何かがすごいわけでもないです。ただねこうやってだらだらと思ったことを喋ってるだけでも、あ背中を押してもらいました、ありがとうございますって人が一人いれば僕にとっては大成功なわけですよ。僕が勇気を振り絞って始めたことっていうのは正解だった、これは成功だと僕は思ってます。
だからね、まあもちろんね、いろいろ反対、思わぬ、思っていないこと言われたりね、嫌だなと思うこともあるのかもしれない。これからもっとあるかもしれませんが、僕はね、続けていきたいなと思っています。ありきたりな話、いつもね、最後まで聞いてくれいただいて本当にね、ありがとうございます。何かもし僕の話でこうハッと思うことがあったなら、僕はすごく嬉しいです。そして何か私もね、ちょっと始めてみたわとか、私にできることはこういうことだと思うから、ちょっとずつ前に進みたいと思うとかね、いう方がいらっしゃったらすごく嬉しいです。コメントなんかもぜひぜひください。きっとね、みんなで、こうやって共有していくと、力強いと思うんですよね。僕もね、YouTube、こんな喋ってるだけで果たしてこんなことして意味があるのかなって思ったことも何度かあるんですが、この時期に自分が始めてみたかった、どうしてもやりたくなったんだったら、それは正解、僕の選択は間違ってなかったと、今でも思ってます。直感がね、僕は全て、僕の人生は全部直感なんで、人からのアドバイスあんまり聞いたことないんですよね。ただそのいい話、こう考え方とかね、こういう考えたらうまくいくっていう話はどんどん取り入れますが、自分がどうしていくかっていうね、大きな選択はあんまり人の話は僕は聞いてこなかったんじゃないかなと思うんで、直感、もしね、こういうこと私本当はしたいんだなっていうのがもしあるんだったら、ぜひぜひ一歩踏み出してみてください。失うものなんか何もないと思います。本当にぜひ、何も怖くないと思います。すいません、いつもねダラダラと話すだけで申し訳ないんですが、最後までありがとうございました。今日はそのヘルプエバーヘルプカバー、藤井風さんのカバー CD、 カバー曲の CD の一番最後に入っている曲、タイムアフタータイム、何度もね、何度もっていう意味ですが、ぜひこれは本当におすすめです。自分を癒してあげてください。この曲本当に癒される曲です。彼の、YouTube チャンネル、それから、フランク・シナトラさんの、歌ってる、YouTube のね URL、貼っておきますので、ぜひ要チェックということでよろしくお願いいたします。それから、これからもね、私信行梅田チャンネル、ファッション、それから音楽、それから、まあ、皆さんね、少しでも、生活のお役に立てるようなお話、いや、なんかいつもね、何かないかなと思いながら生活をしております。なるべくレベルの高い話をできるように日々ね、努力していきますので、今後ともどうかよろしくお願いします。ということで、まあ、共感ねしていただける方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録ぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではすいません、長くなりましたが、今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。さよなら。